松山智一ですニューヨークに来て17年ぐらい経つんですけれどももともとは飛騨高山っていう岐阜県の山奥出身で幼少期アメリカのカリフォルニアに引っ越してそれでまた戻ってきて大学をやるまで東京にいて2002年から17年間ぐらいニューヨークで暮らしてます作家として、えーまあ、活動を始めるきっかけになったのは、まあ、ニューヨークに来てからなんですだからら歳ぐらいまで アートっていう活動は、まあ、ほぼ皆無に近くってでもともとサブカルチャーだったりユースカルチャーっていうものがすごく好きでスケートボードだったりスノーボードだったりってそういうものに影響されてきた人生でそれでまあこっちに来てからニューヨークのカルチャーに出会ってそのどちらかというとそういう影響ありきでアートを始めたからそのアートに対する距離感っていうものが少しいわゆるビッグ 美大に行ったとかっていうのとは違って小さい頃あの西海岸に住んだっていうことだったりまあ岐阜県の日田高山っていうちょっと山奥に暮らしたっていうことだったりそれで戻ってきて東京に暮らして今ニューヨークに住んでっていうそのいろんなところに住んだっていうことが結果的に自分を構成してたんですけれどもまあそれが若い頃はあのそんな容易なものでもなくてまあアメリカに小学校いった時に小学校だけで6回転校したりとか。 そのアジャストしなきゃいけないっていう少しそのノマド的な感じで暮らすっていうことに対する影響をどういうふうに作品化できれば今のちょっと時代の感じとリンクできるのかなと思って作作品をっっていった感じです、まあ、分かりやすい言語としてその文化だったりその時代だったりを象徴するものを組み,合わせ組み合わせてみたらどうなるんだろうと思って始めたのが結局自分の作品の動機で。まあ、そのの中には浮世絵的なものがあったり 日本画的なものがあったり、サブカルから影響を受けているものだったりもともとストリートカルチャーにすごい影響を受けていたから、まあ、あのグラフィティのエッセンスだったりとかいろんなものをまあ融合していく混ぜていくっていうものが自分の一つのキーワードになっていてでもっと分かりやすく言うと、まあ、自分たちが影響を受けた時代の音楽ってヒップホップでも、まあ、ハウスでもテクノでもいいんだけれども大体のまあ音楽を作る人たちが。 楽器を演奏できてもできなくってもそれをサンプリングっていう言葉でカットペーストでパソコン上だったりでつなげていくってでそれをアートでやってる人がいなかったからそれをじゃあ作品上でできないかと思って、まあ、いろんな時代いろんな場所、まあ、美術史からカルチャーからっていうものをまあ寄せ集めで自分のものになるまでエディットをして作品にするっていうのが一つの自分のアイデンティティになったっていう感じです。 今回の展覧会のタイトルって「SameSameDifferent」っていうあのタイトルにしたんですけれどもあのそのタイトルの理由っていうのが「SameSame、まあ」セイムセイムっていうと、まあまあ、毎日同じっていうなんかアメリカ人同士がなんか会話をするときにあの「どうよ最近」とか「どうよ」っていうと「SameSameDifferent」っていうのが毎日同じだけどその中にちょっとした変化がある。言葉としては なんかセイムセイムディファレントっていう語呂が面白いなと思ってでどういう意味だろうと思わせる。ちょっと面白い言葉だから、そういうものを作品のタイトル展覧会のタイトルとして今回使ってみようと思ったのがきっかけでこういうタイトルにしました。現代美術作家っていう括りで僕活動してるんですけれども、もまあ、自分が作家としてできる役割だったり、仕事があるって。するともうちょっとその何て言うのかな。狭き門にしてインテリしか来れない。っていうよりはそのそのどこまで広げられるかっていうのが。 あの自分でやりたいことで、まあ、日本美術ってそもそも機能美があって日常の中にあるアートだったからその言語を現代美術に持っていきたいと思ってニューヨークに来て16年間ぐらいや17年間やってるんですけれども、まあ、今回の展覧会もどちらかというと経験ベースのものもがいいだからなんかディズニーランド行くような感じでアートが見れる環境っていうのができればできるほど自分にとってそれってやりがいがある仕事で成功ででも一個一個行っては次の部屋行ったらまた全然なんかあしらいが違うみたいな。 なんかそういう別,の別々の違う世界観を体験できてああ面白かった何かあの考えとして持って帰りたいって思ってもらいたいんですよ。全然その知識がアートに対してないっていう人も逆に今度美術館のキュレーターだったりその専門家だったりというか見てくれても分かるような幅の広さを落とし込みたいと思って作品制作をしてるんで今回いい。 展覧会を日本で開催するのって10年、11年ぶりぐらいなんですよでなんでまあそれがギャラリーだったり美術館だったりじゃないかって言ったらルミネっていう場所でやりたいと思った理由っていうのはいくつかあるんですよ。まあ、それは一つそのスペースとしてすごい大きなスペースですなかなか日本でなくてじゃあ5メートルの作品を作る作家にとってみればそういうものが飾れる場所っていうのはすごく魅力があって。 あともう一つは場所柄の問題もすごく大きくて新宿駅の南口のとにかく交通量が猛烈に多い場所美術館ってすごくまあ僕も展示してきて思うことって目的地化しすぎててそこにに行くまでで結構な労力がいるんですよ、まあ、東京にしてもあそこに行こうっていうじゃないとなかなか行かないそのアクセスの手軽さっていうことがやっぱりすごく自分にとっては 大きな魅力の要素で、そして今回話してもらった時にあもうすぐやろうって。日本ってもうこれ正直に言うと歴史が本当に長い分。現在に限っては文化列島国なんですよ。すごい。いろんな国で展覧会させてもらってアーティストやってると。 本当に世界の主要都市でしか仕事ができないんですよ。文化があるところだから、多分、パリでも、ニューヨークでも、ロサンゼルスでもいいんですけれども、今の日本のあり方を見たときに、まあ、一にもったいないって思うことと、どうやってアプローチしていいんだろうって、やっぱずっと考えてきたんですね。オリンピックだから云々っていうのは、もう完全に抜きにして、そうしたときに、アートっていうものに興味は持ってきている。その、だから、隅み分けで、どこにそれを置いていいのかがわからない。日本っていう時だからこそ、今回はやりたいと思って。 何らかの形でもっといろんな人を巻き込めば何かポテンシャルがもっとあるんじゃないかって思ってます海外にいやって思うことはそういうもったいなさっていうところをあ変わるタイミングかもと思ってきたからこそ何かやりたいですね。